これから先止まります駅と主な駅の到着時刻をご案内いたします。次の停車駅南一等線、続きまして苫小牧、登別、東室蘭、伊達門別、洞爺、長万部、八雲、森、函館の順に停車をいたします。函館到着は21時36分です。函館を出ますと仙台、明朝4時54分、福島5時58分、郡山6時38分、宇都宮8時10分、大宮9時10分、上野9時38分、終点上野到着は明朝9時38分を予定しております。途中お降りのお客様、車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。この列車が途中通ります青函トンネルに入る時刻ご案内をいたします。青函トンネル入り口は22時39分を予定しております。なおこれから先深夜にかけましてのご旅行となりますので、貴重品は体から離さないようにお休みください。また火災防止のため寝た箱はご遠慮ください。中ほど6号車にはロビーカーがございます。ロビーカーには物飲み物の自動販売機とシャワールームがございます。こちらのシャワールームはご利用のお客様専用のシャワーカードを7号車食堂車グランシャリオにてお買い求めください。シャワールームをご利用希望のお客様は専用のシャワーカードを7号車グランシャリオにてお買い求めください。なお浴衣姿、パジャマ姿、スリッパでの食堂車ロビーカーのご利用はご遠慮ください。何かご不明な点がございましたら車掌が通りました際お気軽にお尋ねください。本日の車掌は札幌車掌佐々木栄でございます。途中青森まで皆様のご案内をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。青森からは JR 東日本の車掌に交代となります。ご旅行につきましてのご不明な点がございましたらお気軽にお尋ねください。車掌室5号車11号車にございます。また早速ではございますがご案内を兼ねまして乗車券、寝台券を拝見に参ります。ご協力をお願いいたします。寝台特急北斗星上野行きご利用いただきましてありがとうございます。次は南千歳に停車をいたします。